学校法人森友学園への国有地売却に関する財務省の決裁文書をめぐっては財務省理財局が近畿財務局に改ざんを指示したことが判明し佐川信久前国税庁長官や近畿財務局の職員らが虚偽公文書作成や公文書返造などの容疑で大学教授らから刑事告発されています大阪地検特捜部は 改ざん後の文書の趣旨が大きく変わっておらず虚偽の内容とも認められないことなどから刑事罰に問えないと判断し起訴を見送る方針を固めました。